通覚も奪われたらしい。人からどんどん遠くなるな。あと二人。ミハイルには言うなよ。
敵軍の基地を殲滅したゼロは司令部に残された砂の神殿の情報を入手した。しかしそこは人の侵入を拒む灼熱の地獄だった。熱い、我慢できん。砂漠からの熱の反射が全体感温度を上げておるのでしょう。さあいつでも全裸になってくだされ、僕とはちっとも構いませぬ。さあさあさあ。うるさい、余計に熱くなる。刺してきましたね。どうにかならないのこの日差し。やる気も体力も吸い取られていくんだけど。気のせいじゃない、この日差しおかしいぞ。魔法で太陽光が強化されているのでしょう。また便利な魔法か。ヘドが出る。どこかに日光を強化させている魔導士が隠れている。そういう戦い方、僕嫌いだな。私がギッタギタに切り刻んでやる。そうくなっちゃ。回復させましょう。日陰に入って体力を回復させましょう。
いつらがあのクソ熱い太陽を作った伝統だな。やってやる。あっちの方にも魔術の太陽が出てきましたぞ。次から次へと、うんざりにも程がある。この毒々しい日差し、さすがに慣れてまいりますな。消耗を避けるため日陰を歩きます。どうした？いつもと違ってひどく無口だな。いや、暑くて。では明るい話題。私の今朝の任務です。余計気がめいるよ。ゼロ様、日差しは大丈夫ですか？全然大丈夫。たかが太陽にひるんでたまるか。ご無理はいけません。日陰を選んで歩きましょう。日陰に入って体力を回復させましょう。日陰に入って体力を回復させましょう。